エリーザベト・アマーリエ・オイゲーニエ・ホン・ビッテルスバッハは、オーストリア・ハンガリー帝国の皇帝フランツ・ヨーゼフ一世の皇后、シシーの愛称で知られる。ドイツ語表記ではエリーザベートが正しいが、日本ではエリザベートとも表記されている。バイエルン王家であるビッテルスバッハ家坊系の、バイエルン公マクシミリアンとバイエルン王女ルドビカの、次女として生まれた。幼少の頃は、父・マクシミリアンと共に町に出かけ、 下ター奏者に噴した父の傍らでチップをもらう少女に噴したり、また狩りに行くなどしていた。多い継承権からは遠く公務とは無縁であったため、自由を満喫していた。そんな生活は1853年8月、姉、ヘレーネの宮相手だった母方のいとこである皇帝フランツヨーゼフ一世に見染められて求婚されたことによって終わりを告げた。シシーは、 婚約が決まった翌日からお非教育を受けさせられたが、不真面目で勉強嫌いの彼女は何度もヒステリーを起こしていたという。しかし、彼女にとって生涯忘れられない出会いもあった。お非教育の一環として、彼女に広大なオーストリア帝国の歴史を教えたマイラット伯爵は、彼女が最初に出会ったマジャル人だった。伯爵は、共和制の素晴らしさを彼女に密かに吹き込むなど、彼女に、 多大な影響を与えた。1854年4月、シシーは16歳で結婚、オーストリア皇后となった。しかし、自由人だった父の気質を多く受け継いだ彼女は、母方のおばでシュート目であるゾフィー大公妃が取り仕切る、宮廷の厳格さに耐えられず、また、マイラット伯爵の教育を受けたエリーザベトが、ハンガリーや当時独立を求めていた北、イタリアに同情的であることを察したゾフィーは、 エリーザベトの影響で、フランツヨーゼフ一世が、ハンガリーやイタリアに寛容になることを嫌い、中小ビラを巻く、エリーザベトが、宮殿の外に出た際にはボートに囲ませる、といった嫌がらせをした。徐々にエリーザベトは人前に出ることを極度に嫌がり、宮廷生活や皇后としての義務や職務を嫌い、大西洋に浮かぶマデーラ諸島などに療養に行く、夫に同行して、イタリアを訪問する。 あるいは個人的に旅行に出かけたり病院を慰問したりと、生涯にわたり様々な口実を見つけては、ウィーンから逃避し続けた。ジュラ・ンドラー氏伯爵特にエリーザベトが心安らぐ、最高の場所としたのは、当時オーストリア帝国の一部であった、ハンガリーであった。ゾフィー大公妃が、マジャル人嫌いだったこともあり、エリーザベトは死ぬまでハンガリーを熱愛し続けた。その熱意は、 勉強嫌いの彼女が短期間でハンガリー語を身につけ、皇帝とハンガリー貴族の通訳をできるほどであった。恩恵独立派のハンガリー貴族、ジュラ・アンドラー氏伯爵と知り合い、1866年の広島戦争敗北を受けて、翌1867年にハンガリーの自治権を認めたアウスグライヒを締結するに、あたっては影の推進者の役割を果たした。アンドラー氏は、 アウスグライヒゴのハンガリー王国の初代首相、帝国外相となる。エリーザベトの晩年最大の悲劇は、息子ルドルフ皇太子の自殺であった。夫フランツ一世の死後も服を着続けた、マリア・テレジアに習い、その後彼女は死ぬまでも服を脱ぐことはなかった。1898年9月、旅行中のジュネーブレマンコのほとりで、イタリア人の無政府主義者、 ルイジル系二に,に鋭く研ぎ澄まされた探検のような、ヤスリで心臓を刺されて殺害され、その生涯を閉じた、ルーマニア王妃エリサベタリュートビヒニセイ宝塚、歌劇団版、編集東方版、編集、ありがとうございます。